ましたね。よかった。あ、ハートありがとうね。キモかありがとう。起きてないんじゃないかと思われるだろうなと思ってた思ってたけど、あ、だるまありがとうございます。銀のだるまありがとう、ありがとうね。銀だこも、銀のだるまもありがとう。ありがとう。何時に起きたの？7時ですね。銀のだるまありがとね。フォローありがとうございます。ありがとう銀のだるま。めっちゃ眠くて、眠気をどうにかして覚まそうと、一旦なんか見ようと思って。あ、銀のだるまありがとう。ハートも。一旦 TVer を見まして、そしたらイッテ Q が3時間スペシャルだったなと思ってそれを流しながらめっちゃ目を起こした。私も7時起床だったお一緒本当ありがとう。これから会社に行きますね。私も学校行きますね頑張りましょうね、お互い。ところで何時に寝たの？いやもう何時だったかな、昨日めっちゃ遅くなっちゃって寝るの。そうだからよかったです、起きれて。フォローありがとう。ビスいつからだっけ？ビスはあさってです。あさってなの、やばい敵を見ながら寝落ちしなくてよかったね。寝落ちしないですね。よかったよかった。なんかまだ全然10分も見てないけど、一応目を覚ますためにそうつけておいた。面白いかったら目覚めるかなと思ってありがとう銀のハート。いよいよですな、いよいよですね。やばい、なんかまだなんか1枠からさ結構間があったから、ビス2枠までなんて言うんだろう、心のゆとりがあって、めちゃくちゃまだまあ緊張してたけど、まだあったけど、もうあさってっていう、やばいありがとう銀のハート。見続けて8時とかじゃなくて、確かに確かに銀のだるまありがとう。そう、おはよう。よいしょ。いや7時半から始めようと思って、切り15分か半かと思ってたけど、15分は無理でしたね全然全然眠かった。15分はそう、これ多分自動で切れないから8時で切らないとなのかな。なんか18歳になってから、前まで自動で切れてたんですけど切れなくなっちゃって、自分で切らないと、なんて言うんだろう、自分で時計見て、あ、やばい8時って思って切らないといけなくなっちゃったから、ちょっと大変。おはよう、めっちゃ来てくれるそう、そう多分ね、年齢であれなんだろうね。本当ありがとう。7時半だとちょうどバスの時間そっか、じゃあよかったです。7時半、朝の15分かなり違う。そう全然違う、朝の15分長い。そうそうそう、時間見ながら、だから57分には男女読みをする。生年月日しか登録されてない。そうかも、そうかもしれない。おはよう。歯磨きやめてきましたありがとう。そう、
待ってた、ありがとう。いや、久しぶりの朝配信ですね。まあ、朝って頭が回ってなくて、もう全然話せないな。久しぶりすぎる。いつぶりだろうってぐらい。ずっと夜やってたから。もう会社についてる方もいるんですね。すごい。頑張ってください。朝早いね。そんなことないのかな。いや朝早いよね。職場近くまで来たんで、ちょっとブレイク。休憩。もうすぐ2300人。そうなんです、実は。実はそうなんですよ。かわいい、ありがとう。夜勤なんで始まった、また寝ます。休んで、ゆっくり。今日はそうですね、今日はちょっと今日は夜できない。待ってください、どんどん頑張れる。ありがとうね。そう、5時半起き、早っ。早いね、それは。おはよう。なんだろう、あ、そうだ、昨日メールにお話し会の交番、交番じゃない、なんかやるやつ、ありがとう、ハート、だるまもありがとうを送ったので、ぜひ見てください。チャットにも送ったから、付け足した、いろいろ前送ったやつから受付中のやつ一旦。世界スケジュール使ってよかった、ハートもありがとう、だるまも。そう、自宅にはゲットできたん。え、そうです、なんかゲットできて、お母さんが見つけてくれて。あ、待って、クマさんありがとう、ありがとうね。そう、ユニフォームの部、そう来ます、せっかくだから。おはよう。まだ全然あれだけど、18だよ多分。今家族ついでに、あの、えー、すごいいいな、お疲れ様、楽しみ、え、そう楽しみにしてて。そう、今日から新潟でのポップアップ、あ、そっか、今日からか、早っ、え、そっか、もうか。初日行かれる方は楽しんで。いいの、だるまありがとう。ポップアップ長い、新潟の方が長いですよね、ちょっと。もうなんで顔だけ見てますか、ね、ありがとう、フォローありがとうございます。昨日ヤフオクで、もしかしたらママさん、え、絶対ママヤフオクやってないよ。そう、配信してて、おはよう、おはよう。そう、ポップアップカフェ、え、どれぐらい行かれるんだろう。予約必要？予約必要じゃないのか。どうなんですか。29番でお越しください。え、全然、全然何番でも。今日ポップアップカフェ行くのにサボちゃんが来るの待って。私は行かないですね。行けないです。結婚してありがとうね。来世で。予約が必要な日もあるみたい。おー。そうなんだね。おしゃべり会楽しかった。こちらこそ。ありがとう。お店で整理券を配られるらしい。そうなんだ。整理券配布。めっちゃいい。
おお、当日でも空きがあったら。そうなんだね。あ、だるまもありがとう。ハートもおはよう。なるほど。え、いいな、私も行きたい、アンドカフェアンドカフェね、わかる。季節外れのレモネード、アイスレモネード飲みたいです。レインボースターもありがとうね。ありがとう、銀のだるま。混雑時だけ整理券配布。おー、しれっとさ行きたいんだよね、普通にそう、できる限りレポします。お、ありがとう、ありがとう、銀のだるまも。そうね、カフェ行きたいね。こちゃんが出る日なら仕事ええー、私来てたいな、店員さんしたい。ありがとう、いいの、だるまも。そう、お客さんとして、お客さんとしては普通にアンドカフェに行きたいそう、次のドラマ明日の公演前に行きたいと思ってます。確かに明日公演あるからめっちゃ明日人気そうですね。フォローありがとう。 ありがとうね、ハートも。昨日みゆみゆさんが匂わせしてた。そうなの。じゃあ初日東京あれだったからまたまた何かありそうじゃない、わかんないけど、何も知らない私は一日頑張ってください、頑張ります苦手だから訂正しやすいね、思う。まあいけるかわからないけど、さこちゃんに注文取ってもらいたい。撮りたい、似合わせによりますそうなんだ。あー、今日火曜日だもんね。しかもアンドカフェ8時までだから、メンバーしか行けない時間とか。確かに、そしたら行きたい普通に。何かあること祈ってる、そういうことね。まあ初日なので何かあるんじゃないですか、わかんないけど何も知らないからな。私もみんなと同じタイミングで、あ、行ってたんだみたいなX 情報、行列抜けさせね、初日と最終日ね、前回もあったし。まあそうですね、平日は学生メンバーはお昼はないかな。レモネードザオリンからもらいたい。レモネードね、そう、みんな飲んでくれたら嬉しいそう、おはよう。ドリンクどうなんでしょう。でもアンドカフェの少なくはないはず量多いのかな、多い、普通のカフェなんじゃない。コラボカフェでさ、ドリンク量多いってあんま聞かないから大丈夫だと思いますよきっと大丈夫だと思う。めっちゃ眠い、やばい。おはよう。ももちゃん店員の日に行ったけど神弁的だった。確かにコースターとかもさ引かせてくれるでしょ、確か。めっちゃいいよね、カフェで卵サンド卵サンドめっちゃ美味しいです。ちなみに、ちなみにめっちゃ美味しい。ありがとう、銀のハート。東京ももちゃん一人テーマあったから、うんね、今から寝るの、寝ないです私、学校です全然寝ないです。
寝たいよ本当は。この前食べた、卵サンドめっちゃ美味しいよね、アンドカフェの。そう、なんか生ハムみたいなの入ってるし、そうあとなんだっけ、エビが入ってるやつ。授業中寝るしか、寝ないけどね寝ないけど、ここで寝るの頑張ってください。はい、寝ないです、多分寝ないですね、絶対、多分ってか多分寝ないですアンドカフェ冬のいちごパフェのイメージ、そうなんだ、めっちゃ美味しそう。生ハム人気で売り切れだった。そうなの、めっちゃ美味しいよね。アンドカフェにグリークヨーグルトがあって、なんかグリークヨーグルトとかさ、アサイーボールとかさ、最近流行ってるじゃないですか。だから食べたくて、でも悩んだけど、その時お腹空いてたから食べなかったそう、カフェのインスタ方針で毎回見せてませんね。そう、めっちゃさ、そう、おしゃれな人が食べるやつ、アサイーとかグリークヨーグルト。でもグリークヨーグルト絶対普通に美味しいから食べたくて、絶対いつか食べに行きたい。いろいろまだ食べてないメニューがたくさんあったから、食べたすぎる。あ、銀のだるまありがとうありがとうね。アサイー食べればよ。アサイー食べたい。アサイーあるのか、アサイーあったのかな、どうなんだろう。グリークヨーグルトあったけど、コラボメニューのフルーツサンドマカロンって見て、かわいい。なんか前回も可愛かったしさ、めっちゃコラボカフェ可愛いですよね。いいね。うん、それコラボメニューにはないけど、メニューにあるの？コラボメニューはさ、だって私やっぱコラボドリンクのなんとかファイヤーマジックが好きすぎて、どうしても飲みたいんだよねグリークあるけどアサイはない。そうなの、ありがとう。グリークヨーグルト食べたいなめっちゃ食べたい。おはよう。あとファイヤーマジックが飲みたいですね、私。そう、なんだっけ、レッド忘れちゃう、すぐ長いくてありがとうね、だるまも。東京の方は入店した瞬間コラボカフェご利用ですか。普通に利用する方とどっちもで行けたからってことか。いやでも絶対さ、そう、あれだよね、わかるよね。本当ありがとう。飲んだけど名前フルではいい確かに長い。なんだっけ、レッドファイヤー、レッドキュー、なんとかキューティーレッドファイヤーマジック、それな。季節外れのレモネード美味しそうね。美味しそう。味がさ、しっかりわかるじゃんなんて言うんだろう、変わってないから、普通にレモネードなんだなっていう絶対美味しい。ありがとう、銀のだるまも。サボちゃんいたらガチャしてもそっか、ガチャもあるもんね。いいですね。私のは私のことが好きな人にぜひ引いてほしいみんなすぐ譲るんだから、もうおはよう。かえりさん成分多めなキューティーレッド、まあ確かにそう、
早っ、無限回収してます、頑張れ、ありがとう無限回収してます、ありがとうそう、限界集ってすごいよね。おはよう。あと地引き頑張って、みんな地引き、推しを地引きできるようにガチャあると思うので、おはよう。30分経つけどまだ眠いです私頭が回ってない。特賞欲しい、特賞頑張れ。今回のシングルでサボちゃんグッズ増えた、確かに、ありがとう。トレードでトレードでって言ってる、素直推しほど地引きできないわ、あるある。看板は地引きできるけど、アクスタが出なくて、あー、アクスタの方があれか、アクスタは 何章なの、2番、大変だ、やっぱり地引きがそう、ぜひアクスタ、アクスター絶対ってなったらさ、もう売ってないけど生誕ぐらいだもんね。そうだよね。あ、でもシングルのグッズで出てたか。倍払うからだ。どう、まあランダムが多いからね。そうだよね、欲しい人に当たらない、そうだよね、みんな思ってるよね。でもまだ NGT は人数そこまですごい多いわけじゃ、まあ多いけどすごい多いわけじゃないから、まださランダム当たるよね。だってもっと多かったら、だってそれこそ AKB さん個別のアクスタ買えるのにって言ってるのは、人数が倍までいかないけどそれぐらいいるから、さすがにランダムはって多分なっているんだと思う多分だけどね、もう人数がさ、そう全然やっぱ違うからさ。銀のハートありがとうね。カフェのアクスタ試合が譲ってもらったけど自分でも行きたい、ありがとうね。一時期の AKB90 人くらいだから、やばそう、確かにそう、本店また20期もすぐ入ってくるしそう、荻坂さんなんだもん、ああもうあれは当たらないです、もう当たらないよ、そうじゃなくてそれこそ SKE さんとかももっと、だって本当より今人数多いんだよね確か、当たらないよねランダムで、20何人とかじゃないじゃんきっと40何人の世界だから、そう、おはよう。地引きできた時の嬉しさを楽しみできるので、あー地引き難しいからね、わかる、私もしたこと全然ないので人生に、なんて地引きそうでやってくださいです頑張ってください、結婚してありがとうね来世で。覚えやすくてありがて、え、ありがとうユヒリーさんが人気すぎる、おーそうだよね、あ、レインボースターありがとう、盛り上がったよいやありそうですな、経済も回して頑張ろう何
ンダムは推し以外を引いて気づいたら推しが増えてたりすることもある。え、それすごい。そうだって、私おしゃべり会でなんか結構サホちゃんのグッズが出たので、あの来ましたって言って来てくれてる方もいて、ありがたいなと思って、ランダムありがたいなと思う。なんだっけ、コースターもアクスターもみたいな、サホちゃんが出たからおしゃべりしに来たよって言ってくれた方もいたので嬉しい。それが結構あ、他に誰か希望してますかって、サホちゃんだけです。え、ありがとうありがとうね。そう、ランダム効果、そう、意外にというか、そう、それで気になってくれるっていうのは嬉しいですよね。そんなにご挨拶につけるそう、なんか縁を感じておしゃべり会に行っていいなって思うパターン。うん、確かに、あまりにも出てきたんだろうね私がランダムで、そう、その話題使わせてもらおう。あれそうだから、あ、やっぱ待って、57分やばいやばい、8時以降できないから、男女読みします。いいかな、変わらないよね多分。13位、トークボックス AKA しじひびきさん、ありがとうございます。12位もちさん、ありがとうございます。11位あたるさん、ありがとうございます。10位じずさん、ありがとうございます。9位あきらちゃん、ありがとうございます。8位たむひろさん、ありがとうございます。7位メープルなおくんさん、ありがとうございます。6位 MS さん、ありがとうございます。5位おやあきさん、ありがとうございます。4位あんざさん、ありがとうございます。3位コミュニストさん、ありがとうございます。2位セッテンガーさん、ありがとうございます。待って、変わったな変わったな。一旦1位おとぼけさん、ありがとうございます。ちょっと待って、13位、表なんて読むの、流氷太郎さん、ありがとうございます。でどうしよう、もう一回、12位ジズさん、ありがとうございます。11位アキラちゃん、ありがとうございます。10位タムヒロさん、ありがとうございます。9位ユウさんパパさん、ありがとうございます。8位焼肉大好きさん、ありがとうございます。7位メープルナオくんさん、ありがとうございます。6位 MS さん、ありがとうございます。上は変わってないかな。5位おやあきさん、ありがとうございます。4位アンザさん、ありがとうございます。3位コミュニストさん、ありがとうございます。ここは変わってない。2位ステンガさん、ありがとうございます。1位おとぼけさん、ありがとうございます。ちょっと一応全員読めたはずだ、ありがとう。ちょっとめっちゃ変わったので、今回2回読みました。あー、ありがとうね。待って、今ハートとか、さっきだるまもありがとうございました。配信間に合った、よかった。またありがとうございました。8時頑張りましょうね。一